じゃあ抜いてみたいと思います。こんにちは、わらきり抜刀斎です。今日はですね、ヤフオクで刀を買ってみようと思います。まあ刀買うときはね、結構刀屋さんで買ったり、まあ知人から買ったりと、まあいろいろ、まあ買い方はね、あるわけなんですけれども、その刀を買う一つに、まあヤフーオークションを、まあ利用するっていうのも一つありまして、今回は、ちょっとヤフーオークションで刀を探してみたいと思うんですが、まあどういう刀を探すかと言いますと、小太刀を、まあ、一振りね、ちょっと探してみようと思ってまして、まあ、なんで小太刀を、まあ、探しているかというかと、まあ、申しますとね、まあ、前に、流浪に剣心関係の、まあ、動画をアップした際にですね、篠森青氏の、まあ、小太刀二刀流を、まあ、やってくれないかとか、まあ、実際は回転剣舞6連とかね、そういう要望も結構多々ありまして、まあ、それを、例えばね、まあ、やるには、小太刀が二振りないといけないんですよ。一振りだとね、できないので、まあ、そう考えたときに、まあ、小太刀、まず、まあ、この話からしないといけないと思うんですけども、小太刀と脇差しの違い。私、まあ、いろいろ、まあ、調べたり、いろんな人から聞いたりして、小太刀と脇差しの違いって、明確にないらしいんですよ。まあ、昔、武士は二本差ししてたんですけども、その短い方を小太刀って言ったり、あと分類的に、中脇差しとか大脇差しとかあるんですけども、大脇差しの方を小太刀って言うという説もあったり、で、昔って、センチメートルじゃないんですよ。まあ、尺とかね、寸で、長さをね、こう、測ってたわけなんですけれども、昔で言う二尺以下を、まあ分類的には脇差しなんですよね。ただ今の登録上、教育委員会にね、登録書、まあ発行してある登録上は60センチ以下なんですよ。未満かな。ということは、そこで多少ちょっと誤差があるんですよ。寸とセンチだと。二尺以下だと、一尺が 30.3cm なんで、60.6cm 未満のものは、まあ昔で言ったら、まあ脇差しに入るわけで、ただ今の登録症状は、60センチ以上だと、刀なんですよ。なので、その間 0.6 センチなんですね。なので、そこがまた難しくて、基本的に小太刀は大脇差しの分類に、まあ、入るという、まあ私もそういう解釈しておりまして、で、60センチ以上、60.6 センチ未満の太刀を小太刀というのが、まあ、一番濃厚な線じゃないかなと私、個人的にはね、考えておりまして、ということで、要は登録症状は、太刀。だから、太刀ってなるのは、まあ、60センチ以上の太刀なんですよ。60センチ以上でも、太刀と刀って登録別なんですよ。太刀は、種別に太刀って書かれてて、刀は刀なんですよ。で、どうやって見分けるかっていうと、
まあ、一概にはね、言えないんですけども、大雑把なその見方として、差し表に銘が入っているもの、要は、刀、例えばね、どうしようかな、刀、なんかあるかな。まあいいや、ちょっとこれ、寸足らずっていうか、ちょっと短い脇差しなんですけども、昔は、こういう風に、ね、こう反りがあって、こういう風に刺してたわけですよね。で、刺した、こっち側が刺し表って言って、こっち側に、銘が切ってあるものが刀。で、太刀って、馬に乗るときに、使う刀なんですよ。基本的には。で、太刀は、刺すって言わないんですよね。刀を刺すって言わないんですよね。吐くって言うんですよ。で、なんで吐くっていうか、というと、こう、刀はこう帯にね、こう刺していくんですけども、太刀は、こう反対ですよね。こういう形で、ここに、まあ、わかりやすく言うと、こう、輪っかとかがついてて、そこに紐があって、こう、巻くんですよ、体に。で、こういう風になるんで、吐くって言うんですよ。だから、こっち側が、今度、吐き表になるんですね。で、吐き表に、銘があるものが、太刀。基本的にはね、まあ、全部が全部が、まあ、そういうわけではないと思うんですけども、基本的な見方として、刀のこっち側に銘があるもの、まあ、差し表に銘があるものは、刀。で、こうなってて、こっち側、刃き表に銘があるものが、太刀という分類になるんですけれども、まあ刀を探す条件として、まず、太刀であること。で、小太刀、今回小太刀探すので、60.6cm 未満であること。で、まあ、この二つの条件が揃えば、まあ、私は小太刀だと、いうふうな認識で、進めたいと思うんですけれども、なおかつ、現代刀であること。この三つの条件で探したいんですよ。なんで現代刀かっていうと、まあ、私、もちろんね、試し切りに使おうと思ってますんで、古い刀、昔からある刀とか、そういうものは基本的には試し切りには使わないように、してます、私は。なんでかっていうと、何百年も、その姿で、今現在、現存してるわけですよ、刀が。もう何百年前に作られたやつが。それっていうのは、もう、まあ、二度と作れないっていうか、もう何百年という歴史がある中で、綺麗に残ってる。刀をそこで試し切りに使って傷つけてしまうと、まあ大げさに言うと文化財の破壊っていう認識なんですね。まあ大げさに言うとですよ。まあ研げばいいじゃんっていう方もいらっしゃいますけれども、研ぐと必ず研ぎべりします。なので、やっぱり何百年ってその姿を保ってきたものをそこで私のね、試し切りによって、まあ、変形させたり、減らしたりっていうのはちょっと好ましくないかなと思っておりまして、現代刀を使用するということを心がけております。で、その3つの条件に合うものって、もう、ほぼ探すの、まあ難しいと思うんですよ。まあ普通の脇差しとかね、普通の刀で現代物だったら、まあ、すぐ見つかると思いますけれども、まあ、太刀であることと、まあ、60.6cm 未満であることと、まあ、もちろん60センチ以上、
60.6cm 未満で、なおかつ現代刀であることっていうのが、なかなかね、まあ条件に合うのが難しいと思うんですけども、まあ気長に探してまして、でようやくオークションに、あ、これ全て条件に揃ってるっていうものをね、一振り見つけたんで、まずそちらを見てもらいたいんですけども、まずオークションで、まあどうやって探したかっていうと、まずそのカテゴリーで、まずアンティークコレクションで、その中で武具っていう項目があって、それの日本刀のまず刀で、刀の中の検索でまず60って打って、60センチ台の刀を探します。で、まあ、見ていくとこう 60.9 センチとか 60.4 センチとか、まあ、60.9 だとちょっと長いので、この 60.4 センチのものだと、まあ長さ的にはいいんですけれども、これは刀なんですよね。で、まあ無名の刀なんで、まあちょっと現代物ではないし、まあ太刀ではないなと。で、次に見たのが、この刀なんですけれども、これ、太刀って書いてあるんですよ。で、長さも 60.4cm。で、まあ、登録書の画像を見てみますと、種別太刀なんですよ。なので、まあ、詳細見てみると、まあ、名が、これ源っていうのかな、源貞秀。で、調べてみると、これ現代刀なんですよね。で、ぴったり、私の探し求めるものがあったんで、まあ、価格も、まあ、8万円と、まあ、そんな、高くないな、ということで、ちょっと、入札してみました。で、入札して、まあ、競り合うかなと思ったんですけども、競り合わず、もうこの、現在価格で、無事、落札できまして、で、まあ、あとは、ね、出品者とやり取りをして、届くのを待つというような状態でした。はい、それで、まあ、落札無事にね、しまして、出品者の方と、まあ、連絡を取って、まあ、支払いもして、あとは、まあ、無事届くのを待つだけというような状態だったんですけれども、まあ、説明欄に、刀の、身幅とか、重さとか、重ねとかっていう情報がなかったので、ちょっとま、不安はあったんですけれども、もう条件に合う子たちがもうこれしかなかったんで、まあ、とりあえず落札してみようかなと思って、まあ、ダメ元でね、してみまして、なんと、無事に届きました。じゃん。これ。アマゾンの箱なんですけど、アマゾンで買ったわけじゃないですからね。ヤフオクで届いたものなんですけども、出品者が、まあ、アマゾンの箱に入れて送ってくれたということで、早速ね、開封してみましょう。こんな感じで登録書見えますかね。ちょっとピンボケしてるかな。こっちか。太刀ね、種別太刀で、長さが、60.4cm なので、まさしくね、これは二尺以下の太刀なので、これがまあ私が思い描いてる子たちだと思います。さあ、この布の袋に入って今出てきましたね。
白鞘が。ああ、結構重量ありますね。じゃあ、抜いてみたいと思います。よいしょ。おー。ちょっと油が、すごい、まあ、前の所有者が気を利かせて、油をかなり引いてくれているので、ちょっとまずね、刀の具合を見るのに、ちょっと油を落としていきます。よいしょ。よし、刀、油落として、綺麗になりました。こんな感じで、まあ、刃文は、ほぼスグ刃ですかね。スグ刃に近いかな。で、これは胴の刃ばきに、スグ刃の刃文があって、まあ、切っ先も綺麗に横手が切ってあっていいですね。見えますか？こんな感じで。で、錆もなく、そうですね、鍛え傷とかも見た感じなくても本当に綺麗な刀ですね、これ。まあ、刀太刀ですね。あの、うっすら鍛え傷一箇所、まあうっすらですけどありますけども、全然気にならないレベルの鍛え傷です。この辺見えるかな？見えないか？ちょっと、ピンボケしちゃうか。わかんないでしょ？ね。これ、意外に、ちょっとこうやって見ると長く見えますけど、これで 60.4cm。あ、これ結構重量あるから、片手で、二刀流なんで片手でやんないといけないですよね。片手で踏んの結構、重いかもしれないです。刀身重量だけでどのぐらいあるかちょっと後で測っていきますけど、まず、どうしようかな。まず身幅からちょっと見ていきましょうか。このね、ノギスを使って。元幅なんですけど、33.1cm。で、先幅が、まあ、横手部分。2.39cm ですね。元幅 33cm じゃないです。あの、3.3cm ですね。そんで、まあ、物打ち付近。2.6cm ですね。まあ、そんなに細身でもなく、逆に、まあ、脇差しの部類で言ったらちょっと太い方に入るのかな。で、結構ね、これ、重ねがあるんすよ。重ね。ここのね、重ねの厚さ。で、元重ねで、どのくらいあるのかな、これ。どうでもないか。元重ねで、7.3 ミリ。まあ、でも、普通か。で、先重ねで、5.7。で、物落ち付近。6.6。結構ありますね。じゃあ、目くぎを抜いて、刀身の重量をちょっと測ってみましょうか。はい、抜けました。じゃあ、刃ばきを取って、刀身の重量を測っていきたいと思います。このデジタルスケールを使って、
測りたいと思います。じゃあどうしようかな。じゃあちょっと置いて測らなければならないので、はい、出ました。717g。意外と重いっすね。717って言ったら、まあ普通の刀ぐらい多分重量ありますよ、これ。普通のあの2尺3寸4寸ぐらいの刀でも700ぐらいの刀いっぱいありますから。で、皆さん、700そんな重くないじゃんと思いますけど、これ、あの、裸身ですからね。ここに、要は、唾とか、つかとか、くっついてくると、その重さがまたプラスされるので、多分、あの、こしらえ作った後の、抜き身で、多分1キロぐらいいくと思いますよ、普通に。1キロか。1キロを片手で振る、まあできなくはないですけど、意外と重いっすよね。で、二刀流なんで、で、もう、まあこれ一振りしかないけど、もう一振りどうすんだって多分なるんですけども、もう一振り同じ太刀小太刀を探すのは多分ほぼ難しいと思うので、今持ってる私の大脇差し、まあこれもかなり、まあ同じぐらいの長さがあるんですけども、大脇差しで、まあ、片方は代用したいと思うんで、片方大脇差しで、片方小太刀っていう形で、やろうかなと思うんですが、そうすると、1キロ1キロで、まあ、2キロのものを、まあ、振り回すことになるんで、まあ、かなりちょっと鍛えないと、まあ、なかなか難しいんじゃないかなと思いますけども、まあ、その前に、こしらえ作んなきゃなんないですよね。これのね、青子の小太刀二刀流って一つの鞘に刀こう二つ収まってるんですけども、あれはさすがにちょっと作れない。まあ、現実的に作ろうと思えば作れますよ。ただ、あれ作ったところで、それにしか使えないですよね。なので、今回は、普通にこれ用のこしらえを作って2本刺しに刺してもらおうかなと思ってます。1本の際に2つ収めるじゃなくて、もうこれはこれ用の鞘と、まあ、つかと作って、こしらえを1つ、まあ、制作して、まあ、2本刺して、まあ、二刀流とかってやってみようかなとは思うんですけれども、まず、これ今の状態で、まあ刃がついてるのかまず確認しないといけないですよね。まあ切れるのか切れないのか。で、基本的に刀って全部切れんじゃないのって思いますけども、そういうわけじゃないですよ。やっぱり、研がないと切れないです。刃物だからもちろん。だからこれがどのくらい研いである状態なのか、一応ちょっと、この紙を切って確認したいと思います。いきますよ。あ、大丈夫ですね。バッチリです。すごく刃が立ってます、これ。はい、じゃあもう一枚切ってみますね。この辺かな。ほら。バッチリですね。ということで、まあ、今回、この小太刀をね、落札価格8万円で入手しましたんで、これから、これの
こしらえを、まずこしらえをね作んないと、このさすがにこの白鞘のままでは危ないので、こしらえを作って、それからちょっとこの刀にまず慣れてね、それからちょっと二刀流の動画、ちょっといつになるかわかんないんですけども、まあこすらい作るのにまあ結構言うに1、2ヶ月ぐらいはかかると思いますんで、まあそれももし動画にできたら動画にしますけれども、まあそういう形で、やりたいと思ってますんで、まあ続きをお楽しみにしてください。じゃあそれでは今日はねこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。